今市長になられて繰り返しますが、はい、で今1期目ですね、はい、で今おいくつですか。今が39歳ですね、まあ、今年40なんで、立候補した時は35歳すごいなですね。そうですね、一番若いんじゃないですか。政令指定いくと千葉の熊谷市長が一番若くて、私が2番目になります。で次が橋本市長になります。はいはい、ところで、はい、まあ、今アベノミクスで国家戦略特区って言います。はい、で、まあ、福岡はその特区に指定されたって、はいはい、これは福岡の方から名乗り上げたんですか。そうですね、はい、グローバル商業特区、はい、というのは どういうことを目指してるんですか。まあ、要するにその新しくやっぱりあのサービスとか価値が生まれる街にしたいということなんですね。うん、まあ、正直私も今先ほど年齢言いましたけども、あのその前が放送局に勤めていたんですね。はい、それで、テレビのキャスターをしていたので、それで入社した97年、でそこから給料が上がったことがないんですよ。というのはずっと下がってるわけ。つまりもう地給料 のボーナスの上率もずっと下がり続けなんですよ。そして、まあ、あの地方局に行くと、女性のアナウンサーっていうのも、うん、もう派遣になってくるわけですね。ああ社員じゃなくて。そうです。でそうしてきて、やはり周りでもどん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 そのいわゆる3年交代で、うん、アナウンサーが変わってしまうと、うん、ノウハウが蓄積されない、うん、こういう事態がもうを直面している世代なんですね。はい、そして市長になるにあたっても、もう成長なんていうことを言うなと、うん、要するに成熟社会に向かうにあたってあのどう対応するか。ところがやっぱりアジア見てもやっぱり周りの国のどんどん成長してる、みんな夢を見てる。はい、でどうして私たちの世代は夢見ちゃいけないの、うん、成長したっていいじゃないっていうすごい思いがあるので、やっぱりそのあの今の少子高齢社会に対応するのはもちろんですが、もう一つやっぱり贖いたいっていう気持ちがあって、そういう意味では日本の係数を変えていく、係数を変えるためにはこれまでにない価値観とかサービスとか発想が生まれない限り、今のままの想定でいくしかないと思ったんですね。その係数を変えたいっていうのはとってもいい言葉だけど、もうちょっと具体的に言うとどういうことをするんですか。うん、つまりあの例えば産業だけで見れば、いわゆる競争力がある産業に、まあ、労働力が移動するということですよね。で そのためにはあのやっぱり強い産業が生まれなきゃいけないし、そういう意味でもやっぱり新しい価値やサービスっていうところにもっともっとチャレンジすることが必要だと。あのその、グローバル創業特区で、はい、つまり創業と、はい、がマイスっていうんですか、はい、この創業、はい、つまり業を作る、はい、業を起こすですね。でマイスと、はい、で創業って言うけど、どうやって創業するんですか、創業を促すのは。うん、はい、実は今政令市の中で、うん、開業率が一番が福岡市なんです。はい、一番なんですね。まあたまたまちょっと最新のデータでは、実はあの復興の関係であの仙台が一番になったんですよ。これまでずっと福岡だった、うん、仙台は復興だからね。そうですね。で、うん、その理由はいくつかあるんですけれども、実はとてもこれはアメリカのシアトルとも似ていて、大学の数、それから大学生の数、これ割合ともに京都について福岡で2番目なんですね。大学と専門学校がすごく多い。でだからこういう、それから15歳から29歳の若い人率も政令市一番なんですよ。でこういうやっぱりその研究とかこういったものが非常に盛んで、特に理工系の学生が多い、留学生が多い、これが特徴なんですね。うん、そしてまたあの IT 関係、コンテンツ関係の企業がものすごく今福岡に集積をしてきている。でそもそもこれがどうしてなんだろうって思うと、うん、福岡はあのすごく海とか山がものすごくもう真横にあったコンパクトシティなんですね。うん、そういう意味でいくと、ちょっと行けば湯布院、別府、あの阿蘇、こういったあのやっぱりすごいメリハリのあるストレスフリーな環境っていうのが、新しいものをクリエイトするのにとてもやっぱりいい。だからやっぱ芸能人もとても福岡出身者って多いんですよね。うん、じゃあこういう中で実は新しい会社も実は生まれていたとか、新しいゲームが開発されていたっていうようなことがたくさんあって、でこれをやっぱり福岡の強みにしていくことが、実はその他の日本全体にもいい影響を及ぼすんじゃないかと。まあね、最近ねこの増田寛也さんとの、はい、研究会、はいはい、その2040年には日本の3分の1の市町村がなくなるということで、はい、特に東北は多いんだけども、はい、つまり、人口減少の中でね、実際市町村なくなっちゃうということが非常に大きな問題になってるんだけど、はい、福岡はそういう意味じゃ若い世代が増えてるんですか。はい、
子供も生まれてますし、また外部から流入も増えてます。これが半々です。ですから毎年1万3000人ずつ人口が増えてきて、福岡市ですから、あと2年で神戸を抜きますので、人口でいくと日本で5番目の市になります。で、その創業、はい、そのそういう年人はね、いや若い年人がいる、うん、創業する人が多いってのは何だろう、うん、なぜ創業が多いんだろう、うん、やっぱり前にね、ええ、この日本の若者っていうのは、ほとんどの若者はやっぱりどっかの企業に勤めたいと、うんね、できれば大企業に勤めたいという中で、創業と業を起こすっていうのは多いっていうのはどういうことですかね。まずこれは福岡も、まあ、よそと同じように、はい、やっぱり若い人は、うん、その中で将来自分が社長になってやろうと、うんうん、新しく企業を起こしてやろうっていうような、そういう意識っていうのはやっぱりそれは今とても低い状況にあるんですね、うんうん、福岡市は今そこを刺激していて、うん、もう小学生とか中学生のうちから起業家教育っていうところをしたりとか。どういうことやってるんですか。具体的に言うと、例えば起業した、自分が起業した、成功したっていう人の具体的な話を直接早い段階から聞かせるっていうことですね。こういうことを行ったりとか、それから今起業を今しようかって迷ってるような人たち、こういう人たちを集めて、いわゆるやっぱりメガシティと違って福岡ぐらいのレベルになると顔がある程度みんな分かるぐらいの適度な大きさなんですね。そういう中でやっぱコミュニティができていて、非常にそういうものを助け合ったりとか、それから先輩としての創業者がアドバイスをすると、うん、こういう制度がすごく町として出来上がっているっていうのはとても大きいと思います。創業と、もう一つマイスでおっしゃるんですね。マイスというとどういうことですか。マイスというのはその国際会議とか、うん、まあ、そのこうした大きな人が集まる、うん、まあ、イベントも含めて国際会議を含めてマイスというんですが、この開催件数が東京都に次いで福岡市が第2位、日本で、はい、2位です、うん、なんでだろう。これはいくつか要因があるんですが、まず一つが当然施設がそれだけ揃っているということ、それから宿泊者が泊まるホテルが揃っているということ、それから空港とセントラルステーション博多駅、それから博多港、これがすべて半径 2.5 キロ圏内にあって、そして都心部からは多分世界一近いところに空港がある、こういう交通の利便性、そして一番大事なのが最後にアフターコンベンション、つまり、会議が終わった後に外に出て食べ物が非常に安くて美味しい、うんうん、そしてやっぱり中洲という歓楽街があって受け入れる受け皿がある、うん、こういったものがやっぱり揃っているということで、福岡で開催をすると国際会議の参加率が高いそうなんですよ、うん、だから主催者が福岡でどうしても開催をしたがると、うん、会議自体に例え仮にさほど興味がなくても福岡で宿泊できるなという理由で来てくれる人もやっぱりいるみたいですね。ただもう一つね、はい、確かに板付空港は、町の中心に近いと、はい、逆にだけどそのことは制限になってて、はい、ある種そのことがマイナスになって、はい、ハブ空港になれないという悩みがありますね、うん、はい、で僕は九州っていうのは福岡に限らず非常にね、この発展する、可能性が高いんだけど、うん、みんな地方空港でハブ空港がないと、うん、この辺はどうなんですか。そうですね、実はその議論っていうのが私の前の市長と知事の時にあって、新空港を作るのか、それとも今のところで滑走路を増設するかの議論があって、まあ、結局パブリックインボルメント等を経た上でもう現地に増設すると、当時ちょうど民主党政権だったっていうところもまあ一つ大きくあったんですが、できるだけもうお金はかけない、新設なんてもってのほかという時代だった。そういった中で現在のところに増設をするということになりました。増設できるんですか。増設はそうですね、今もう環境アセスの最終段階に入りますので、まあ、あと1年経った時に着工が速やかにできるように。逆にね、板付空港が近すぎて、だから福岡の町は超高層のビルが建てにくいという結果もあるんですよ。はい、そうです。特に今一番都心部である天神に建っているビルはほとんど築50年ぐらい経っている、うん、はい、どうして建て替えが進まないのかというと、それはその後に容積率とかそういった規制が加わったので、うん、今その後にだから今建て替えると要するに床面積が半分ぐらいになっちゃうから建て替える意欲にならないわけですね。ですから、まあ、今回国家戦略特区の中では、うん、世界一ビジネスがしやすい環境と言ってるわけですから、うん、当然その中でインフラ、うん、実は震災の後に福岡に
いわゆるその、まあ、本社機能を移す、ないしは、分社化してですね、あの分社というかあのいわゆるバックアップ機能を作ろうということで見に来た人で、随分帰った方もいらっしゃる。それはビルがですね、セキュリティに全然対応できてない、それから OA フロアに対応できないというのは本当に古いビルだったというところが大きいんですね。ですから今回特区の中でそうしたまあ容積率の緩和、それからまあ容積率をそれでプラスしてもできない分は航空法の高さ制限の緩和、まあ、こうしたことをすることによって需要はものすごく今ありますので、これ一気に建て替えが進んでいくんじゃないかという期待を持っています。特区になったことで、そうです、容積率や、はい、空港があるための航空機転、そういうのを変えることができるわけですね。そうですね、これはもうぜひあの提案をしていきたいというふうに思います。そのさっきね、はい、福岡はシアトルに出るとして、はい、私はあの今からもう20年以上前ですね、40年前か、1981年にマイクロソフトの取材でシアトルに行きました。マイクロソフトって会社ができて間もなくだったんだけど、あのシアトルにありますね、そういう IT、 例えば、あのいろんな、マイクロソフト、それからアマゾンとかボーイングとかたくさんありますよね、はいはい、あります。なんでシアトルに多いんだろう。私も例えばスターバックスとか、スターバックス、ね、シアトルズベストとか、ああいうシアトル系コーヒーっていうものも全部そこから始まってるんですね、で私もそれが気になって、あの現地に行ってみて、でやっぱりそこを特色はやっぱりゆとりがあるんですよね、暮らしに。つまり緑があって海があってっていう、やっぱりその詰まった感じじゃない街の作り、それでいて大学が非常に優秀な大学があって、その研究の要するに卵がすごく見える状況にあると、こういうようなやっぱり環境っていうのがやっぱ新しい、こういわゆる飛躍を生む、その延長線上の発想ではなくって飛躍を生むやっぱり環境にあるんじゃないかなっていうふうなことはやっぱりシアトルに行って思いました。でそれが福岡にいて、はい、福岡はその、まあ、自画自賛というところだけではなくて、例えばイギリスの雑誌モノクルでも世界で最も住みやすい都市12位に今年もランクインされているんですね。アジアの中では東京と香港が、アジアの中では入って3番目が福岡市なんですね。ですからやはりあのこうしたところは、まあ、東京、福岡が目指すべき都市は東京ですとか上海ではなくって、やっぱりそういうあのリバブルな環境があり、かつやっぱりコンパクトに都市機能が集約している、そこで新しい価値をやっぱり生む余裕もあるような、そういうやっぱ街づくりをあのしていきたいという意味ではやっぱりシアトルというのがとてもあのインスパイアされました。なるほど。ところでその高島さんが、はい、トックでね、この、まあ、フィギュアスケートに、はい、ちなんで規定演技と自由演技があると、はい、はいはいはい、YouTube ご覧になっていただいたんですね。この場合の規定演技ってどういうことを言ってるんですか。はい、規定演技っていうのはもうすでにあの国からあの初期メニューとしてお示しをいただいた、あの雇用条件の明確化とか、古民家の活用とか、外国人医師の活用とか、まあ、こうしたメニューがあって、こういう事前に示されたものはあの規定演技としてこれをしっかりあの取り組んで提案をして、そしてプラス自由演技、そこが問題だ、はい、これをやっぱつけられるということですから、福岡市としてプラスアルファの自由な演技をやっぱつけていきたい。例えばどういうことですか。具体的に言うと、やっぱり人成功するためにはその福岡で例えば雇用条件が明確になった、でなったとしても、それでじゃあ世界中から人や物が集まってきますか、やっぱりそれだけではなくって、それは国の規制緩和、それから市としての規制緩和、市の施策、国の施策、国の税制、市の税制、こういうものがやっぱりパッケージとしてあって初めてやっぱり力を発揮すると思いますので、例えば国の規制緩和での自由演技、ないしは税制でいくと、例えばやっぱりその法人税ですね、実効税率が 35% 以上ある、1.64、はい、世界で一番高い、一番高い、はい、そうするとアジアに拠点を作りたいという海外の投資家が、その時にこうもっと俯瞰で眺めた時に、わざわざその高い日本にしなくても、じゃあシンガポールでいいじゃないか、あの釜山でいいじゃないか、上海でいいじゃないかと。例えば、まあ、韓国はね 25%、はい、シンガポールは 17%、ね、17% です、ね、はい、ですね。ですからやはり安倍総理が世界で一番ビジネスがしやすい環境を作りたいと、これは安倍総理がおっしゃっているので、であればシンガポールの 17% を下回る 15% と、15? 15は
だって税収なくなっちゃうじゃん。はい、そこは一つポイントだと思うんですが、うん、国で全体で今法人税の引き下げをするときには、うん、代替財源どうするのかという議論にもなっています。ただその福岡において5年以内の企業でそこで税すでに法人税をしっかり納めている企業というのは極めて少ないんですね。実は逆に言うとこの 15% の法人税で非常に助かる、まさに効く企業というのはこの5年間の間にすでにもうしっかり税収も納められるという非常に今後の大きな成長の可能性がある企業なんですね。こういうところを伸ばすことによって雇用とそれから6年目以降の税収を増やしていきたいという意味でいくと非常に安いコストで大きな効果が期待できる。そこね、ちょっと今もうすでに説明をされたんだけど繰り返し聞きたいのは、はい、例えば安倍内閣が安倍さんが法人税減税と言ってる。ところが日本はすでに1000兆以上の借金があると、はい、1100兆、はい、と法人税減税すれば大体の、ね、財政をどうするんだということが言われてますね、うん、で国はそこのところはまだ曖昧ですが、はい、その辺はいやだから福岡の場合は、はい、つまり 15% を切ってもいや 15% にしてもつまり税収が増えると見てるわけね。はい、そうです。どうしてそういうことが言えるかというと、うん、それは企業から5年以内の企業で、要するにベンチャーというのは成功するところはほんの一握りしかないわけですね、はい、じゃあ失敗するようなことが例えば明白な企業にも含めてこの法人税の減税が効くわけではなくて、この5年以内に税金を納めている企業というのは実は今後の成長の可能性が非常に高い企業なんですね。こうしたところにのみ実はこの減税は効くようになっているんです。ですから非常に少ない財源でそしてしっかりこれから6年目以降税収を納めることができて雇用を作れる企業に効くようになっている。でプラスもう一つそれが言える証拠というかですね、それは実は、起業してから3年以内の企業というのはおよそ 8.6% しかないんですが、ここが生み出す新規雇用は実は全体の4割弱生んでるんです。つまりやはり新しい企業が生まれるということはそれだけの雇用が生まれるということになりますので、やっぱりこれから大きく産業の例えば新陳代謝というんであればこれから強い企業が生まれる、で強くなりそうな企業をしっかり応援していくということがやっぱりすごく今後の税収増に間違いなくつながっていくという。その点だとね、まあその福岡市っていうことがあるけど、まあ一頃今あんま言われなくなったけど道州制っていうこともあって、はい、九州全体を考えたらどうかという、うん、まあ発想もありますね、はい、これはあんまり良くない。いえ、私は道州制はぜひ進めていきたいというふうに思っています、うんうん、やっぱりその工場をね誘致すると福岡だけじゃ無理で、うん、もう少しね広げた方が誘致がしやすいんじゃないかと思うんだけど、うんうん、まさに私は道州制進めるべきだと思います、うん、ただこれをですねするにあたってじゃあ誰がそのイニシアチブを取っていくのかというところがとても大事で、特にこれを頑張りましょうだったらある意味どなたでも言えることなんですよね。ただ選択と集中が大事なので、残念ながらここの地域はこれはやめましょうを誰が言うことができますか。例えばやめましょうってどういうことですか。つまり九州というところの全体最適を測ってここはやっぱりこれが強いからこれでいこうと、全部が全部パッケージになったものを持つんではなくて、やっぱりその全体最適で、例えばこのエリアは農業だったらもう農業で行こうと、うん、そして港港湾これだけたくさんあるんであればもっと集約をしていこう、空港機能も全部にこれだけあるわけではなくてここに集約をしていこう、うん、こういうような選択と集中の時にみんなこれを頑張ろうは言えても、うん、ここはやめましょうということを誰も言えない、うん、だからやっぱりその今の中でもちろん連携ができたり、もしくは今の知事会の中で全部それができればいいんですが、現実問題はやっぱりその自分ところは一歩もやっぱり譲りたくないという議論になってしまうので、それなかなか、例えば、この、まあ、九州もね福岡市と福岡県ってのがある、うん、で割に県と市特に政令指定都市は仲悪いところがある、うん、典型は大阪なんですね、うん、大阪府と大阪市は仲悪いで、よくね市と府がね、うん、会うと不幸せなんてことですよ。はい、言ってましたね。でそこで、まあこの橋本さんがね、はい、つまり大阪都構想なんて言い出して、つまり市をなくしてむしろ大阪都にすると、うん、こういうことはあんまり考えないんですか。
うん、九州で福岡で、そうですね、その都市都市で個性があると思うんですね、うん、大阪というのはその大阪市と、まあ、もちろん私がそんな詳しく言われるではないんですが、やはり比較的その都市部というところが広がっているんですが、福岡というのはナンバーが4つ福岡県内にあるんですね。ナンバーは福岡ナンバー、北九州ナンバー、筑豊ナンバー、筑後ナンバー、実はこれは全くこれによって産業構造がバラバラなんですね。福岡は9割が第三次産業なんですよ、うん、というすごく特徴的で、まあ、北九州になると全く別のものづくりの製造で、うん、第二産業ね、はい、うん、そして筑豊地区、筑後地区になるとまさに農業、農業、元は石炭だった、そうです、はい、うん、でこういうような背景があるので、うん、ここで成長戦略をまとめてしましょうということが、はい、なかなか非常に難しくなって、結局どれも中途半端なことになってしまう。ですから福岡の場合はむしろ大阪のように府がまとめて成長戦略をするのではなくて、むしろ政令市の方を権限を集中させるという形で行っていった方がいいというふうに考えています。まあ、その市がね、主体性を持ってもやっぱり府と市が、市と府がね、組んだ方がいいと思うんだけど、うん、そうですね、うん、現実問題、やっぱりものを動かしていく上で今でもその権限と財源がやっぱり重なっている、二重になっているところがあって、これがスピード感を極めて遅めているということがあるんですね。ですからやはりそういう意味では県と市、それと国というところがやっぱりしっかり連携を取っていくということは大事だと思います。福岡は港も歯踏み屋と言えないでしょ。日本海は拠点港湾には選定はされています。されてるんですか。はい、だけど24時間じゃないですね。24時間、うちは24時間夜も動いてます。労使一緒に、あ、動いてますか。はい、24時間動いてますよね。はい、24時間、はい、港24時間動いてます。空港はダメですね。はい、空港ダメです、うん、町に近すぎて、はい、うん、そうです、うん、うちはその港は実は労使が、うん、一緒に連携をしているので、うん、それで実は24時間回せるというか、はい、強みがあります。まあね、九州は、はい、つまり大陸へは一番近いわけです、はい、そういう意味では可能性があって、そうですね、で九州の特徴は、特に福岡の特徴は、全国のね、地方都市にダメなのはやっぱり東京を真似ようと、うん、でも福岡は東京を真似ようと思ってないでしょ。全然思ってないですね、うん、全然そうなりたいとは全く思っていないし、これ市民に聞いても誰も思っていないと思うんですね、うん、福岡市の市民に市政アンケートを取ると、うん、なんと 95% の方が住みやすいって答えるっていう、すごい珍しい町なんですが、住みやすいってのは何だろう。多分どういうところが住みやすいですか。市民のアンケートでやっぱりその順位というか高いものは、うん、それは食べ物が美味しいとかですね、うん、自然、そう、海とか自然がやっぱすぐ近くにあるということとか、交通の便がいいとか、こういったところはやっぱり市民の皆さんも感じていただけるんですよ。福岡かたぎってどうですか。はい、福岡かたぎというかね、ええ、福岡の人々の性格、キャラクターみたいなのは、実はですね、うん、面白いデータがあって、うん、メキシコ、南米とかの、ラテン料理の数がね、確かね、福岡市って日本で一番多いんですよ。でこれがまあ論争にはならないんですけど、やっぱり非常にそのオープンマインドっていうのはとてもあって、オープンマインドね、オープンですね。それは多分その先ほどの話じゃないですけど、アジアに近い、うん、で常にやっぱりその福岡っていうのが、例えばうどんとか、そのまんじゅうの発祥の地だとかですね、全てやっぱ文化っていうのが大陸とのやっぱ窓口であった、一番最初にここに来ていた。で福岡の安住族っていうところが2000年前に、これがこの皆さんが海の道を知っていて、日本全体にこう鉄の技術とか米の技術を伝えていった。だから全部どこですか。安住族っていう、福岡市に鹿の島っていうところがあって、そこに鹿海神社ってあるんですね。これが実はその祝詞が全部君が代の文字が入っているんですけれども、ここが実は安住族っていう人の本拠地で、全国の安住ってつくところは大体ここが由来の場所なんです。長野の上の安住のとかもですね、これも全部本拠地は福岡の鹿の島なんです。ですから交流っていうところがもう悠久からの福岡のエンジン、原動力でしたので、今でもやっぱりいろんな人がやってきてミックスしてっていうところは、今のやっぱりオープンマインドにとてもやっぱりつながっているかなというふうに思います。もう少し九州で、はい、まあ、例えば熊本がね、はい、やっぱり同州制っていうことを言ってて、うん、福岡と張り合ってるんだけど張り合ってませんよ。いや、福岡は張り合ってないんだけど、はい、熊本は結構張り合ってるつもりでいるの。そうですね。
こういう張り合いはいいんですかね。どうですかね。その確かにあの熊本県 の、 あの知事はですね、同州制ということが出たらもう次にはもうすぐあの州都は熊本というふうにまあおっしゃっていますけどもね、あの州都を話す前に同州制になって何をするかというところがやっぱりとても大事ですし、それを言い出すとですね、そのやっぱり前に進むものが進まなくなってしまうので、あの福岡としてはあの一切そうしたことにはあの口を出さな い、 ない、うん、それよりも同州になっても、ならなくても、いずれにせよ少子高齢はやってき て、 てそして税収が下がるから使えるお金は減るんだという前提をどれだけみんなが共通で持てた上で、じゃあどこに集中していくんだというところをやっぱり議論できる環境を作るということがやっぱり大事だと思います。もし出てれば教えてほしいんです。はい、福岡市の出生率はどのぐらいですか。あとね、出生率、すぐ出ます。 1. 点、ちょっと待ってください。あの出生率はあの実は出生率はですね、子供はたくさん生まれてるんですよ。ところが、さっき言った通り、あの福岡は15歳から29歳の若い人率が日本一なんですね。ですから15歳以上も多いんですよ。で、あの出生率はおかしいのはデータがね、15歳以上とかなんですよ、その出生率取るのが。だからそもそも子供を産まない、まあおおよそ産まない人たちからカウントしてるから、福岡の場合はそれで低くなっちゃうんですよね。だからあんまりそのデータには出ない、信憑性がない、信憑性がないんですね。これはあんまり皆さん指摘してないんですけど、うちは今の面白いね、何、福岡は15歳から、はい、15歳から29歳の若い人率が一番多いんですよ、全国で。全国で一番すごいな。はい、それ で、 で割合がですね、人口に占める割合が一番多いんですね。で、この多いので出生率は15歳から確かカウントするんですよ、15か16か。だから福岡の場合はそもそもおおよそ産まないだろうっていう人の母数が高くなってしまうから、本当はたくさん生まれているのに、あの出生率となるとすごく低くなってしまうというデータが出てしまうんですよ、かつてね、はい、大分県があのまあ、日本のシリコンバレーということを目指して、はい、まあ、うまくいかなかったんですが、はい、福岡もシリコンバレーってことを言ってるんですね。そうですね、まあ、あのシリコンバレー、やっぱりその、集積をやっぱりここに集めていこうということですね、あのここにある福岡グローバルベンチャーアワーっていうのは、はいはい、これはどういうことですか。これはあの今回英語で要するにビジネス、はい、プラン、まあ、コンテストを行う、それに対して福岡として賞を贈ると。これによって、まあ、世界の起業家がですね、福岡のやっぱりこの賞を狙いに来る。ビジネスブランド、ビジネスプランコンテストみたいなものですね。プランコンテスト、はい、これどこでやるんですか。これを福岡市で開催いたします。いつから。これはあの今年から、今年から、はい、今年からスタートします。毎年、はい、毎年行います。はい、それで、国内、それから海外からの参加者を募集して、まあ、これによってまずたくさんのチャレンジャーによって英語で、これからは英語のプレゼンテーションは行うということをやっぱぜひあのトライをしてほしい、きっかけにしたいということと、それからこれを運営しているのがハーバードの出身のその組織の皆さんですので、これで、アントレプレナーオブザイヤーっていう世界的なこのアントレプレナーの賞にもあの本当に成績良ければつながるという形で、あの多くの起業家に、まあ、福岡に注目をしていただく一つのきっかけとしてこういった賞を作りました。これいつやるんですか。今度の、10月やったかな、つい発表したこれ、あ、秋だっけ、アントレプレナーオブザイヤー、あ、じゃあごめんなさい、福岡の、あ、今度のやつですか。すぐちょっと時期を、まさに今さて、もうだから秋から冬にかけての時期にやるわけで、ね、はい、第1回目を、第1回目、そうね、今まさに英語って言われちゃった、はい、このやっぱりね、言葉の問題って大きいんですね、はい、で今割にね、このなんていうか発展している国を見ると、例えば香港とか、あるいはシンガポールとか、はい、あるいはスイスとか、みんなね、何カ国かの言葉をね、使うんですね、はいはい、で日本人っていうのは島国の強みがあって、この例えばあのちょっと早いあの長い話で、昔ね、橋本内閣の時に、はい、この要するにビッグバーンってやったんですね、金融の、はい、
でなぜかというと、要するに今金融の世界の第一の都市はロンドンでやはりニューヨークだと。でこのまま放っておくと上海がアジアの金融センターになる。で上海をもたもたした間に東京をアジアの金融センターにしよう、これで橋本内閣でビッグバンでやったんですが、ならなかった。香港とかね、シンガポールに取られちゃった。でなぜなれなかったかと聞いたら、一つは言葉だと、つまりこの成田空港を置いて東京大手町行くのに日本語は喋らないと来れないと。で例えば東京で生活するのも、例えば日本語は喋らないと、家政婦さんも日本語だし、それからスーパーやコンビニも日本語が通じないといけない。言葉の壁っていうのは非常に大きいと。そうですね、この辺はどう考えたでしょう。まさに特に英語に関してはもう極めて重要だと思っていて、でちなみにただ福岡はすでにですね、例えば地下鉄の切符は3カ国語で買えますし、買えるわけね、はい、それから私も今就任してからの特に言葉の問題どう解消するかと、で教育面のソフト面とそれからハード面両方に手をつけたんですね。まずハード面でいくと、早急にできるのがもう皆さん iPhone 使って、要するにすぐにもう変換できるように、福岡の地下鉄主要観光スポット全部 Wi-Fi フリーを行政で整備したんですよ。なるほど、はい、でこれはだから今日本で一番広いエリア Wi-Fi フリーエリアなんですね。でこうしたことと、あと街角に配置している案内人、この人たちに全部タブレットを持たせたんですよ。タブレット、はい、それによってこういうおじいちゃんたちでも翻訳で音声で言ったら全部翻訳してくれるとみんな持たせてるんですよ。そのタブレットで。そう、だからこういった意味でハードによってまず一つはすぐに対応するということが一点、それからソフト面においては中学校それから一律の福岡市立の高校は全て毎週ネイティブスピーカーの授業に変えたんですよ。でこうしてそうこうする、なぜかというと1年目で一応いきなり全部できなかったんで何校だったかな、7校8校ぐらいをまずはモデル校として、9校でモデル校でやった時に1年間したらヒアリングの結果が 6.7 ポイント違ったんですよ。でこれ絶対やっぱりネイティブの発音を聞くことが大事だということで、今ではもう全部毎週ネイティブの授業にしたんですね。それからすぐ福岡で行くと3時間でプサンなんですね、フェリーで、で3時間、ね、3時間です、フェリーで。ですからそこにプサングローバルビレッジっていう英語研修施設があるんですよ。英語に特化したグローバルな施設があって、ここに今福岡の全ての学校からですね、代表者、プラスアルファで全部で100人、研修で、そこで海外の人もたくさんいる中で英語を学ぶっていうところで、トライをさせるという形で英語教育にはすごく力を入れてます。またすでにですね、すでに福岡の医療機関は260の医療機関が外国語受診対応なんですね。そういう意味ではやはりこれまでも非常にアジアに近かったという部分もあって、英語を中心としたその外国語に関しては非常にある意味少し先を行ってるかもしれないですね。最近ね、はい、そのアベノミクスで混合診療っていうのは相当広がった、はい、つまりね、医療をね、まさに言うのね、医療関係者が多いとすれば医療の自由化ってとっても大事なんですね、はい、で医師会は割に反対してるんだけど、この辺はどうですか、福岡は。実を言うと福岡市の医師会の皆さんとは、丁寧に実はもうコンタクトをしていて、非常に前向きです、これは多分極めて珍しい、と思うんですけれども、これ例えば、準看護師の、例えば外国の方を研修教室をですね、自分たちがもう主体となってもやりましょうとかですね、今回特区指定されても非常に協力的で、特に例えば医療ツーリズムっていう言葉をやっぱり非常に嫌がるはずなんですが、医療ツーリズムというのはつまり高度医療を受けるために日本にやってきて、でそのいろんな医療を受けて、そしてリフレッシュもして帰っていただくという、ツアーですね。それいいじゃない。とてもいいんですが、そのやはり医師会お医者さんたちがやっぱりその国民皆保険というものの中で医療をしっかり提供していくという使命があるんだという中で、なかなかやはりこの医療ツーリズムっていうところに関しては抵抗が実はものすごく大きい。ただね、僕はやっぱり例えばシンガポールはね、やっぱり医療技術が相当発展してて、世界の金持ちがねシンガポールへわざわざ医療の
技術を受けるために来るんですね、うん、そういうことを福岡やればいいと思うけど、うん、私はやりたいと、うん、思っています、うん、それで今丁寧に医師会の皆さんともお話をして、うん、で福岡市とそれから福岡市の医師会とで一緒に国際化を医療の国際化を考える懇談会っていうものを作って、うん、定期的にコンタクトを取って、うん、やっぱり今日本では医療それから農作物、うん、まあ、こういったものは本当に最高のクオリティがやっぱりある信頼度も高いものですから、こういうものをいかにやっぱ高く買ってくれる人には高く売る、それとやはり国民に安定供給をしっかりしていくっていうのはやっぱり機能はしっかり分けた上でですね、あくまでもきちっとできた上でプラスアルファの部分はどんどん私は高く売れるものは買ってくれる人にやっぱ売るべきだというふうには思います。もう一つね、今福岡へは年間外国人はどのぐらい来ますか？どんどん増えていて、昨年が初めて1700万人を超えました。1700万、あ、ごめんなさい、観光客だ、ごめんなさい、入り込み観光客です、はい、1700万、はい、すごいな、うん、で観光客は福岡は、ね、どういうふうに回るんですか？そうですね、大体大きな流れとしては大体やはり福岡空港に到着をするないしは駅に到着するとですね、やはり太宰府とか、それから、九州 の温泉地ですね、うん、湯布院だとか、まあ、こういったところを回って、うん、最後の日に福岡に帰ってきて夜到着して福岡で一泊泊まって屋台とか楽しんで、それでお買い物をして帰るというこういったルートですね。何泊ぐらいするんですかね？大体2泊3日とか、うん、その程度がやっぱ多いですね。僕ね、その日本の観光の一番の問題点は、つまりね、日本の、まあ、旅館がね、特に料理がね、毎日同じなんですよね。だいたい1泊2食というのが定番になっていて、だ何泊もしても毎日同じものしか出ないと、うん。だからいかにね、3泊、4泊、5泊ができる、うん、そういう、つまりね、システムを作るか。九州は特にね、阿蘇にも行ける、はい、さっきのね、湯布院にも行けると広さがあるんだから、うん、その辺をもう少し戦略的に考えたらどうかと思うんですが、うん、まさに同意します。一泊でも増えることによってやっぱりものすごくやっぱり消費も変わってきますので、うん、長く泊まっていただく。でこのために例えば独特な取り組みとしてですね、はいはい、福岡は JR 九州が非常に頑張って、はい、七つ星っていう七つ星という列車、はい、観光列車を作ってですね、はい、九州各地をゆっくり時間をかけて、うん、回る、うん、乗ること自体を目的にっていうコンセプトで行っていたりとか、うん、それからもう一つが例えば博多港っていうのは日本で一番クルーズ船が寄港しているのが博多港なんですね。でここで船を使いながらでもそのゆっくり九州全体を回っていくというようなツアーも出てきています。それから九州の観光で一つ、まあ、私自身も欠けているなと思うのが夜の魅力なんですね。なるほど。やっぱり観光地というのは必ず夜が楽しいものであって、夜が早いとそこに泊まる必然性がなくなってしまう。ですからやはりこれから、まあ、福岡市はですから、うん、去年も夜はあるわけね、はい、うん、屋台とかも作ってね、残し条例作って残せるようにして夜の魅力作っているんですが、やはりそうしたこれからは少子高、まあ、ごめんなさい、高齢化社会に向かってやっぱり何泊もゆっくりできる旅というものを開発していくっていうのは大事だと思います、うん、そう、まあ九州はいろいろこれから可能性ある、特に福岡は。で選挙はいつですか？11月です。11月、はい、当然出馬しますよね。ですね、ちょっとすごい微妙なことを聞いてるんですけど、今一応まあ、特区っていうところが特区やるためには出馬しないとそうなんですけど、やっぱりもう今もうとにかく特区をね絶対成功させるということでやっているんでね、まあその選挙を考える暇もないと。特区っていうのは見通しっていうのはあるんですか？見通しって何年目標とか？大きく見ればもう2年間が勝負だと思うんですね、うん、大きく見て。でももう少し見るともうやっぱり私は1年が勝負だと思ってるんです、うん、やっぱり今回特区選ばれた、うん、でこのやっぱり熱が熱いうちにどれだけスピード感を持ってできるかがやっぱり命だというふうに思っています。どうもありがとうございました。ありがとうございます。